ネギやニンニク、ニラなどで食欲増進が期待できるよう夏バテ解消レシピにアレンジしました。炒めそうめんをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず豚バラ肉は3センチの長さに切ります。人参は4センチの長さの太めの千切りにします。玉ねぎは薄切りにします。ニラは4センチの長さに切りましょう。そうめんはたっぷりの熱湯で固めに茹でます。ざるにあげて流水でもみ洗いします。水の濁りがなくなるまで洗ってぬめりを取りましょうね。水気をしっかりと切っておきましょう。フライパンにごま油を熱し、材料 A の長ネギ、ニンニクを入れて香りが出るまで炒めます。香りが出たら豚バラ肉を加えて炒めます。さらに人参、玉ねぎの順に加えて炒めましょう。そうめんとニラ、材料 B の酒、鶏ガラスープの素、塩、胡椒を加えて手早く炒めれば出来上がりです。夏のそうめんレシピのバリエーションに加えてみてはいかがでしょうか。ぜひお試しください。